やい。あ、すごい。ET が。3人、今日のゲストは。今日のゲストは、ET です。全然むくんでない、みたいな。むくんでない。保湿はした方がいいね。保湿は絶対した方がいいね。保湿はした方がいい。でもむくんでない骨格が綺麗です。そうだね。骨美人。骨美人。骨美人。てな、ET とお届け。はい。はい。ということで ET 保湿した方がいいということで、そうです今日すごいすごい今日こういう顔しちゃったねそっから持ってくんだよ、ね、いや、そういう振りかなと思って保湿した方がいい、ね、いつもそうだもんねごめんということで今日保湿です。はい、保湿でーす。保湿絶対こうやって、うん、何を振っても拾ってくれるね、ありがとうございます。こちらこそ。はい、ということでね、これから秋口になって乾燥する季節ですから、うん、はい、秋の保湿スペシャルです。保湿スペシャル、じゃあ発表しちゃおう。早いんだ今日ね。うん、なんかだってなんか、あ、すげえなっていう感じするもん。あ、そう、うん、ここに今並んでるんですけど、うん、これはこれはっていう、うん、これこれは感じするさっき行くじゃん。うん、行くね。うん、じゃあタラダーン、じゃん、ガミラシークレットの石鹸です。ダダーン、プラニウム。こんなに豪華な石鹸ないよね。こんな豪華ないよ。これ箱だから、いつも思うけど、箱いつも思うけど、ガミラおばあちゃんが書いてある箱だから。うん、で中身はこれなんだけど、あのオリーブオイル確か 80% だ。すごい、そんな入ってんだ。これ 80% だったんですけど、うん、もすごいもんね。ずるずるでしょ。すごい、そう、久しぶりにすごい。で、すごい売れたソープだから、オーガニックコスメが昔から好きだって人はきっと知ってるんだけど、うん、最近ね、ね、もう一回さ、原点戻ろう、見直してみよう。そう、うん、で、保湿は化粧水ってイメージがないですか。ああ、そうですね、あるよね。うん、でもさ、洗うもの見直してみようっていう提案。間違いない。これすごくない？使ったことある？間違いない。あります。あの、こういう別売りの、これなんて言うんだっけ？泡立てネット。で、泡を立てて、ここにこう乗せて、1分ぐらいしたら洗い流すんだけど、あの、肌荒れしやすい人とか、肌の調子が悪くなった時にやると落ち着きます。うん。優しいよね。シンプルイズザベストだよ。うん、そうかもしれない。いろいろね、いろんなものが溢れてる時代に、うん、原点、原点、ガミラ原点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 レジェンドソープです。そうだよね、そうだよね。なんかもうこれ、あのオリーブオイルって肌にすごい似た働きをしてくれて、こう弾力もくれるんだけど、いろんな肌質の人に勧めやすくない？これ、うん、そうかもそうかも。本当にシンプルだから、そう、行きやすいよね、みたいなね。アレッポさんに似てるけど、これはオリーブオイルなんで、うん、また違います。やっぱさ、こうオーガニックコスメってここ近年さ、うん、すごい進化を遂げたじゃない。で、昔よりも黄金時代入ってる、うん、ね、すっごい量も増え、ブランドの量も増えて、うん、新しいものがどんどん出てくる。ラーメンみたいになってる。お激戦区そういうことね、はい、激戦区その視線ね、うん、その視線、その視線だけど、やっぱ昔からあるものってやっぱいいんだよね。はい、いいんだよね。うん、そのオーガニックが、そうそう、流行る前からあって生き残ってるものたちってやっぱ素晴らしいアイテムだからね。はい、そうでしょ。うん。じゃあ私、はい、その流れから、はい、こちらアムリタールのリラックスアロマクレンジングクリーム、イエーイ。洗うものが大事って言ったじゃん。はい。洗うものが大事なんですよ。そして定番でもあるよね。そうですね、これも、はい、あの本当ロングセラーです、ね、ロングセラー。アムリターラって本当にストイックな、はい、あのもう本当に、ね、熱心なオーガニックブランドだから、もう信頼できる、はい、何が出ても信頼できるっていうところあるんですけど、私の中で。そうだけど、あの私クレンジングのビデオ1本作ってるんですけど、うん、それでも紹介してもすっごい、あのお風呂にあったら水がこっからもうすごい出てきちゃってすいませんね、うんうん、あの使ってるっていうことなんですけど、はい、あの洗い上がりがすごいしっとりな、うん、クレンジングクリーム、あ、うん、すっごい水出てきちゃった、ちょっと、うん、はい、水の処理終わりました。はい、はい、で、あのなんかさ、毛穴の汚れが気になるとかさ、
ニキビが気になるとかそういう人たちってすごい洗浄力の高いクレンジングを使って、うん、取らなきゃみたいな、そうなんかパワープレイっていうか、うん、なんか力技で力ずくでそれを直そうとしてる人たちがちょっと多いのかなって印象なんですけど、はい、それよりもやっぱしっかり保湿してあげて、うん、優しくケアしてあげることでそれが改善するので、はい、なのでこういう優しいクレンジング包み込む系、そうもうハグ系、ハグ系、うん、のクレンジングを使ってほしいなっていう気持ちもあり、でこうオフももちろんいいんだよ、うん、オフも私も好き、こうさっぱり洗い上がるのも好きだし、うん、あの肌の状態によってクレンジングを使い分けてるんですけど、うん、夏とかね、そうそうそう、うん、だけど保湿しようと思ったらこういう洗うところからやってもらえたらいいなと思う、うんうん、取りすぎちゃってて乾燥してるっていうこともありますからね、うん、あります、はい、なんか焦ってわーじゃなくて、うん、与えながらみたいな、与えながら落ち着いて整えて、うん、はい、っていうことです、土壌を整えてあの、はい、いろいろ入れてほしいなっていう、ということでさ、バラもあるよね、バラもあります、あとレ黄色のも好きだよ、柚子だっけ、あのシーズンの、あ、そう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 、でもこれは長くね愛されております、長く愛されております、であの、うん、もちろんあのエアレスのパッケージングなんで、うん、空気に触れないフレッシュなクレンジングを楽しんでいただきます、はい、アモニター裏はすごいよ、すごいよ、だって勝田さんさ、うん、いいもの作ることにしかさ興味がないって言ったら言い過ぎだけど本当にこうやって、うん、あのなって、うん、これでね、あれでね、これでね、すごい教えてくれるんだけど、うん、あ、もういいものを作るってなってる人だから、うん、いいものはできるんだろうなと思いました、いや本当そうです、アモニター裏、はい、何でも信頼してる、わかるじゃあ行きましょうか、はい、じゃあ私の2位はこちらです、じゃん、じゃーん、フルールドファティマモイストキープアクアジェル、ジェル飲んだ、ジェルですね、ジェルでっかあ、初、これは初、じゃあ化粧水とか、あ、そんな感じなんだ、はじめまして、はじめまして、モイストキープアクアジェルです、です、あの香りを嗅いでください、ローディー、このブランドは香りがいいよね、いいよね、うん、あのモロッコ美容を中心としたブランドなんですけれども、うん、しかもパッケージが可愛いからギフトにもいいよね、そうなんです、化粧水とかにちょっとこう紐が、うん、ついてたり、うん、あの箱もすごい可愛いんだけど、ね、この時期にジェル系が一回ジェル系通りたくない、いい、うん、いい匂い、いい、砂漠でさ入っていく、そう、砂漠でさ喉カラカラな時にさ、ローズウォーターガブ飲みしたって感じがする、うん、わかる、すんごいわかる、その例え、そう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 、っていう、あのジェルだと何がいいかっていうと、ヒュッて入ってくるんだよね、そうね、うん、なんか毛穴の開きが気になるとかっていう方にもいいし、なんか夏から秋になるここで何かをしておきたいじゃん、うん、対策ね、そうそうそう、うん、なんか秋モードに変わるぞみたいな、うん、時にジェルを一回足してもらうとスムーズに秋冬肌へ移行できる、うん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 、っていうことの促進剤としてこのジェルをおすすめいたします、いい、まともな話だからすぐ終わっちゃった今日ふざけてないからさ、すごい非常に分かりやすかったですよ、そうだよね、はい、なんか普通に終わったOK そんな毎回ふざけなくても大丈夫だよ今日真面目にやってるなって思った、大事大事、保湿ってさ伝えそういうものだよね、大事だからね、あ、そうだよね、うん、はい、っていうジェルのお話をしたところで、はい、私こちらファミュの新商品になります、ピンクのねダラマスク ローズウォータースリーピングマスクです、もうローズつながりで、これかわいいよね、これかわいい、香りもいいんですよ、ピンクなんだよ、はあ、香りがいいんですよ、でこれもちょっとまあ、ジェルだよね、ジェル風、ジェル風、うん、こういうジェルマスクだよね、そうね、あの花びら入ってるやつよりはこういう感じ、うん、でジェルでしょ、うん、ジェル、ジェルで、これ何がすごいって、あのさっき言ってた秋口に取り入れたいテクスチャーで、うん、本当に、うんうん、まだちょっと暑い日とかもあるから、あるあるある、ベタベタしたくないみたいな、開くの乾くのどっちっていう日がある、あ、そうそうそう、それがこうジェルのテクスチャーでこうすごい伸びてくれて、こう入すごい入ってってくれるんですよ、で、ね、そうそうそう、って感じで、で、あのこのテクスチャーが、塗った後のテクスチャーがベタベタしない、うん、しない、そうだからこうなんか
あれ、こんなテクスチャーなのにこんなに保湿してくれるんだっていう、ちょっと驚きの、はい、ワオがあります。そう、ワオがあるプロダクトかなって言って、うん、これってスリーピングマスクってまだ日本でそんなにメジャーなアイテムじゃないのかなと思うんですけど、うん、オーバーナイト系ね。そうそうそう、寝る時に、うん、もう塗ってそのまま寝てくださいっていうマスク。シートマスクがやっぱ日本はすごいメジャーじゃないですか。クリームマスクもまだそんなにあれなのかなと思うんですけど、うんうんうん、こう塗ったままいける、うんうん、もう最後までその効果をもう実感しきってからっていうのがいいなっていう。いい匂い、いい匂いだよね。いい匂い、本当に。でこれみんな買うでしょ。うん、これすごい、テクスチャーがすごい、この感じね、うん、保湿力すごいついちゃったね、ね。こよくない？あ、本当だ本当だ。てか日焼けしたね。そうなの。オーストラリアね。プーケット。あ、プーケットか。うん。すごいすごい。うん。なんか、肌の表面のここぐらいまでは、保水してますよって感じする。うん、ね、表面だけじゃない感じが。うん、で、中まで。そう、ジェルだから、このテクスチャーがすごい好きです。いいと思います。はい。はい。じゃあ次いっちゃう？いっちゃおう。じゃん。じゃん。ジュリークのハイドレーティングウォーターエッセンスという化粧水です。文字通りだね。うん。え、使ったの？ない。ない？ない。クリームしかない。これね、マシュマロっていうね、うん、植物の根っこが入ってんの。うん。え？こっちにあるよ。うん。え、なんかさ、ちょっととろみがない？ある。ね、我々今日すごい気が合うよ。プロダクトの。え？とか言って。同じ方向向いてる。同じ方向向いてる今日。ほら。もういい。わかるでしょ。わかる。ここまで今通じ合ったんだよ。うん。このあ、このこういう、うん、そう、くっつくっていう。そうです。うん、マシュマロってこう根っこがあってね、それがふっくらさせたりとか、あと何て言えばいいんだろうな、やっぱ保水タンクをくれるような感じ。はいはいはい。これ結構安心感があって、うん、なんか表面だけ系の化粧水だとなんか毛穴まで締まらないっていうか、なんて言えばいいのかな。足りない感じはあるよね。足りない感じあるよね、うん、でもこれだったらちょっとでも平気だし、うん、なんかはい、ここまでやりましたっていう感じがする。わ、うん、かる。化粧水、私保湿のアイテムで化粧水が一番好きなの。やっぱり、うん、一番大事だと思う。やった感あるよね。うん、ある。このちょっととろみがあるのがポイントです、これ。うん、ちょっとお手に取って。エイジングとかしたい人、エイジングケアね。エイジングケア。エイジングケア。普通にエイジングは。エイジングは毎日してますよ。毎日してる。今日が一番若いから。そうだよ。そうだよ。で、なんか、そのようなケアをしたい人、うん、お疲れ肌とかにもいいです。うん、なんか癒されそうだね。うん、これいい。うん。そう、大人の一本です。大人の一本か。はい、確かに。ということで、第1位、こちら。ちゃんとはターン、ちゃんとはチャームのディープモイストローションです。ディープモイストローション。ローション、はい。これも化粧水になります、はい。で、これも好きだよ。これいいよ。あれ、これは普通の方。え？なんか限定みたいなのあるじゃん。あ、普通のはず。え？普通だよね。普通だと思うよ。普通だと思います。で、これさっき言ってたこの、ちょっととろみがある化粧水と同じで、はい、こちらもとろみがあります、はい、で化粧水なのにこの安心感っていう、うん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 、で本当さっき言ってた、うん、クーラーみたいな。そう、さっき言ってた もうこれの本当に似た感じで、はい、でこっちよりはちょっとサラッとしてる、うん、ちょっとサラッとしてるんだけど、値段こっちの方がカジュアルなのです。これ2000円ちょっとなんですよ。すごい安いから、はい、これもちょっと大人な。そうだね、はい、ブランドが大人だからね、はい、エンジンケアもしたいっていう方にこれは使ってほしいです。うん、これはもう本当にバシャバシャと、ね、言っていただく。これのビデオでオーガニックコスメを使い始めたっていう子も多いじゃないですか。はいはい。そんな方にもおすすめな。あ、そうですね、はい、いっぱい化粧水使いたいっていう時にコスパがすごいいい、 いいよね、この値段でこの仕事してくれるんですねっていう。なんかサラサラしてないじゃん、うんうん、まあ、なんかテクスチャーが最終的にはサラサラしてるんだけど、うん、ちょっともこうねっとり、ねっとりっていうか重みのあるテクスチャー、はいはい、でしっかり保湿してくれるので、うん、これでこう肌が柔らかくしてくれそうですね。うん、ギュッと保湿してもらって、
はい、整えたし、いろんな いいものが入っているね。そうだよ、これいいものいっぱい入ってるんだから。美容液とかもありますよね。あります。ちゃんとあちゃん私も好きです、いいと思います。うん、なんかこうなんていうの、シンプルじゃないですか、うん、すごくブランドのコンセプトが、うん、はい、あとメイドインジャパンのところもいいですね。安心して使えるよね、うん、あの薬事法とかもさ、うん、あれだから、うん、はいはい、っていうえ、このさ6個すごくない？今日いいライブ。今日なんかちゃんとやったよ。いつもやってるんですよ。やってるんですよ。なんかザ・ビューティー。うん、そうだね。うん、このメンバーたちは。ザ・保湿。これ結構保存版じゃない？と思うよ。このラインナップ。リンク貼りまくっちゃおう。いつも貼ってるんですよ。うん、貼ってる。あの三角のところ押してね。押してね。そしたらドゥンって出てくるから。ドゥンって出てくるから。はい。はい。これ全部買ってもいいよね。え、全然いいと思う。クレンジングで、落として。落として。まあ、赤とかはこっちは別にいいよね。あ、全然いい。これなんて使ってもいいし、別に。ダブルで言ってもね、両方ともすごいしっとりするタイプなので。はいはい、じゃあ、朝はこれでやって。朝はこっちがいいね。そう。夜はこっちがいいね。そう。うん。で、これもやって。で、夜はこれして寝てください。はい。いや、これ完璧。もうすっごい保湿されちゃうよ。うん。うん。秋口に。はい。はい。保存版でした。保存版でした。すごい満足のいく。わかる。回でした。保存版です。保存版でした。ありがとうございます。ございました。じゃあねー。